右打ちランプ生活。ついに、モンスターハンターダブルクロス右打ち、ランプ拾いました。データランプピカピカして、ラウンド中でした。すぐ打ち始めたら、いきなり、大当たり終わりました。結局パンクしてしまったみたい。多分大当たり中の画面で、5分くらい放置されてた。1500発が、0発へ。回転消化が約8分なので、そのタイミングで見に行く。空き台でデータ機がピカピカしてたら確認する。即発動型なので1回転だけ仕込む。実はこの後奇跡が起きました。右打ち、ランプタイミングが合わないと、自動スタート型は仕方ないですね。しかしその後あまりダマで、7000発出て本当にラッキーでした。マイナス1ダマ。最後までご視聴ありがとうございます。動画が面白かったら、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。